どうも、ハイチーです。今回はこのお仕事ナビという本の紹介をさせていただきますので、よかったらお付き合いください。ということで、改めましてよろしくお願いします。で、今回この本を紹介する、理由はですね、別に、依頼されたとかそういうことは全くなくって、このお仕事ナビっていう本、これ1巻なんですけど、今全12巻発売されています。で、この12巻、一番最新号なんですけど、そこに、私、ハイチが、載せてもらいました。まさかのね。まさかの。で、なんでせっかくなんでね、ちょっと本を紹介したいなと思って。で、この本はですね、名前通り仕事、いろんな仕事があるのっていうのを紹介するような本になっております。で、例えば第1巻だと、食べ物を作る仕事ということで、5個かな？ここですね。パティシエ、シェフ、パン職人、ラーメン屋さんに和食料理人と5個仕事が書いてあります。で、この一つ一つ、それにね、働いてる方に密着して、インタビューをして、ページを作ってる感じです。ざっくりはこういう仕事がありますよっていうだけじゃなくって、実際に働いてる生の声が書いてあります。で、しかもフルカラーでね。で、あんま見せると多分怒られちゃうんであれですけど、ちょっとだけ行きましょうか。よいしょ。だから例えばパティシエさんですね、の方のページで、どんな仕事っていうインタビューから。で、一日のスケジュールですね、こんなことやりますよっていう。やって、それを詳しく。例えば何時にどういうことやってっていう、写真について書いていると。で、あとは、こっち、Q&A っていうことでインタビューですね。例えば、なんでパティシエになろうと思ったんですかとか、この仕事の魅力とか、やりがい教えてくださいとか、逆に大変なところ、苦労は何ですかとか、そういったこと。あとは、パティシエに向いてる人はどんな人ですかみたいな、そういった質問が載っております。で、これは仕事場が載ってて、で、七つ道具はですね、この、働いてる方が、こういったものを大事にしてますよ、働く上でね。が載ってたりとか、で、自分が、ここまでのページもすごいおすすめなんですけど、すごくいいなって思ったのが、どうしたらなれますって、ごめん。どうやったらなれますかっていう、パティシエにっていう。例えば、専門学校なのか、短大とか4大学、4年生大学に行くのかとか、その後に、これだったら修行をどのぐらいするのかとか、資格が必要なのかとか、そういったことが書いてあって、で、最後に、平均給与、つまり平均の、もらえるお金ですよね、とかが載ってます。はい。で、それが、例えば次はシェフの方が載ってたりとか、こうやっていう、何ページかにわたって載ってるという形の本でございます。で、今は5つの本だったんですが、他にもいろいろなお仕事っていうこと、最後にね、ちょっとページなんですけど、例えば、この食べ物に、を作る仕事で、バリスタさんとか寿司職人、和菓子職人、フグ調理師、料理研究家、ソムリエ、栄養士、管理栄養士とか、これはざっくりなんですけど、それがどんな仕事なのか、そしてどうしたらなれるのかっていうことも書いてありますので、例えば食べ物に関わりたいなって思ってる方はこの本読んだら絶対プラスになります。個人的には。そう、恥ずかしながら、今回ね、このお話いただくまで自分この本知らなくって、で、打ち合わせの時に初めて見させてもらったんですけど、すごく学生に見てほしいなって心から思った本なんですね。わかりやすいし、情報量が多い。で、生の声なのか、本当に良かったんですよ。ちゃんとインタビューしてされてるものだから。ただ、これはですね、個人で買うっていうものではなくて、基本的には、学校とか、地域の図書館とか、あと塾さんとかで買われる方が多い。そういったものになります。だから、一応 Amazon とかで買うことはできるんですけど、一冊ね、ちょっと3000円くらいするって、ちょっと高いもの。フルカラーだしね、ハードカバーになってるんで、ちょっと高いっていうところと、あとは、学校とかの、ね、その目的で作ってるっていう面が強いので、ぜひ、みんなが行ってる学校で、このお仕事ナビって本があるかどうかをちょっとチェックしてほしい。もし気になった方はね、地域の図書館とかでも構わないですけど、ぜひチェックしてみてください。で、一応、全部どんな仕事があるかをざっくりちょっとね、映像で映してみます。はい、ってことで、食べ物を作る、さっきね、同じだね。で、ゲームを作る、子供に関わる、医療に関わる。スポーツをする、動物に関わる、海と大地で働く、人を守る、飛行機に関わる、漫画アニメに関わる。こんな感じです。で、12巻まであるんですけど、11巻がちょっと手元になくて申し訳ない。見せられないんですが、で、12巻が、今月、アップしてるのとずれてるかな。10月1日に発売になったのかな、確か。こちらです。12巻、じゃん。IT に関わる仕事でございます。で、ここの載ってるのがこの4つ。アプリ開発者、AI 研究者、ちょっとね、あれかな？大丈夫かな？ウェブプランナーに、そして YouTuber となっております。その YouTuber のページで、なんと配置、じゃん！出させてもらいました。まさかの！
あのね、本当見てる方ね、多くの方がなぜお前なんだと思ったと思います。その感情正解だと思う。だって俺が一番思ったもん。最初メールで打ち合わせとお話しいただいた時もそうですし、実際家に来ていただいて打ち合わせした時もそうなんですけど、俺でいいんですかって何度聞いたことか俺も。まあ、ざっくり言うとですね、まあ、学校とかそういう教育現場で読まれることが多いものなので、そのエンタメ系のを上げてる方よりも、そう、自分みたいな動画を上げてる方の方がいいというふうに判断していただいて声をかけていただきました。まあ、他にもいっぱいね、すごい嬉しいことをたくさん話していただいたんですけどっていう感じなんで、ちょっとそこは許してごめんね。はい。で、なので、まあ、この、まあ、YouTuber ですね。ちょっと見せるか。まあ、YouTuber をね、仕事っていうくくりにすることにちょっと違和感ある方もいるとは思うんですけど、まあ、こんな感じで、YouTuber どんな仕事みたいなので、ね、インタビューとか、さっきと同じような形ですね、に載っておりますので、まあ、もし、このお仕事ナビを学校で置いているところでも、まだ発売したばっかりなんで、この12巻。まだ置いてないかもしれないんですが、これから先、もしね、どこかで、まあ、図書館とか、ね、学校とかで見かけるようだったら、ちょっと目を通して見てもらえたら嬉しいです。自分の見てほしいっていうよりも、ほんと、さっきも話したように、すごくいい本です。職業を知る上で。で、こんな仕事もあるんだっていう、知らなかった仕事のことを知ることも絶対できる本なので、身近にあるようだったら、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。まあ、一冊の値段はちょっと張りますけど、こう、将来の夢が例えば決まってないとか、いろいろね、将来について迷ってるっていう方にとっては、絶対意味のある本、読んでね、損をすることはないと思ってる本ですので、まあ、身近にあるようだったら、ぜひ中身チェックして、まあ、将来の夢を決める決定打になるかわからないですけど、その仕事を知るっていうの、知識を増やすっていうところに絶対役に立ちますので、ぜひ見てみてください。では、最後までね、ご視聴いただき、ありがとうございました。